今回は、火花ですね。能力は、このXカイロスというものです。Xカイロスはですね、この点々から、こんな風にペレットというものを射出できて、これを起動させると、はい、こんな感じで強化目に穴を開けることができます。開けてくれることが感謝か。あ、俺の仕事俺の仕事ないなった。まあ武器解説行きたいんですけど、ちょっと小ネタについてお話しします。まあこの能力についての小ネタですね。はい。ちょっとまたバグですか、指輪さん。頼みますよ。はい、どうもアイナでーす。さあ、今回もキャラ講座やっていきます。第43回ですかね。今回は火花を、紹介していきたいと思います。キャラ講座は登場キャラ紹介座学編実践編という形で分けております。キャラの能力理解してるよって方は実践編の方だけでも見てくれると嬉しいんですが、座学編キャラ紹介両方ねもりもりに編集しておりますので、少しでもいいのでね、その2つを見ていってくれると嬉しいです。あと自分の知識は全てだとは思ってないので、こんな使い方したら強いよっていうのがありましたらコメント欄で共有してもらえると、他の指示やってる人にもね、その知識が伝わると思うので、よければコメントの方もよろしくお願いします。では登場キャラ紹介に行きましょう。よし、では今回の登場キャラを紹介していく。もし気になるキャラがいたら概要欄に紹介済みのオペレーターは URL を貼っておく。気になったら見に行ってくれ。最初にミラだ。こいつはブラックミラーと呼ばれる壁面に設置可能なガジェットを使い、反対エリアをガラス越しに見ることができる。反対側エリアからはガラス部分は黒くなっており、こちらの状況はわからない。ミラはブラックミラー付近に常駐し、反対エリアを取られないよう心がけろ。次にアルニーだ。こいつはスーリアと呼ばれるレーザーフェンスを壁や扉、窓枠に設置し、敵の侵入を制限するオペレーターだ。スーリアは投擲物等で無効化できるが、通過するとダメージを食らい、時間経過で再度展開できる。アルニーはスーリアを活用し相手の侵入を拒め。次にカイトだ。こいつはクローと呼ばれるものを駆使し、補強壁や有刺鉄線など金属製ガジェットに電流をまとわせることができる。クローは範囲内にある全ての金属製ガジェットに電流をまとわせることができるため、一つで複数の補強壁を強化できる。カイドはクローを駆使し、補強壁及び補強落とし戸をより強固なものにしろ。次にバンディットだ。こいつはショックワイヤーと呼ばれるものを設置し、補強壁や有刺鉄線などの金属製ガジェットに電流をまとわせることができる。電流を帯びたガジェットはダメージを受けたり、他の設置ガジェットを破壊することもできる。補強壁を破壊する割り直のガジェットを無効化できる数少ない能力だ。補強壁を割られないよう最善を尽くせ。次にアザミだ。こいつは騎馬バリアーと呼ばれる障壁を作り出し、新たな遮蔽物を作り出すことができる。騎馬バリアーはかなり自由度が高く、騎馬バリアーを施したボム内はもはや別物と言っていいだろう。アザミは騎馬バリアーを駆使し、ボム内及び他のエリアを強固なものにしろ。次に実践編に出てくるキャラを紹介する。はじめにサンダーバードだ。こいつはコーナーステーションと呼ばれる回復装置を設置し、範囲内に入ったものを自動的に回復することができる回復に特化したオペレーターだ。他にも回復に特化したオペレーターはいるが、装置が勝手に回復してくれるため、サンダーバード自身は自由に動き回ることができる。サンダーバードは安全地帯にコーナーを置き味方を回復させろ。次にカベラだ。こいつはサイレントステップと尋問をすることができ、サイレントステップは隠密に特化した能力だ。尋問は断下的に使え、成功すると相手の意思と使用しているオペレーターがわかる。こちらも非常に強力な能力だ。相手にいる場合は周囲の警戒を怠らないよう心がけろ。次にカピタオだ。こいつはタクティカルクロスボウを使って炎を放つガスボルトとスモークを出すスモーク矢を使って敵陣地に侵入したり、ディフューザー設置後にガスボルトを撃ち、その付近に近づかせない状況を作り出すことができる。俺の戦友にセガーという似た容姿を持つ者がいてな、名前が覚えづらいと思うやつはセガーと覚えてくれ。次にミュートだ。こいつはジャマーというものを設置し、敵の電子ガジェットを無効化できる能力だ。ジャマーは敵の特殊な電子ガジェットはもちろん、通常のドローンも無効化できるためかなり汎用性が高い。ジャマーをうまく活用し、相手の電子ガジェットを呼び、ドローンを無効化するんだ。最後に、ヒューズだ。
こいつはクラスターチャージという壁や床を貫通するガジェットを使い、反対エリアに爆撃を放つことができる。爆撃範囲はかなり広く、設置型ガジェットだけでなく武器の敵をも消し飛ばす高威力な能力だ。クラスターの音が聞こえたら直ちにその場を離れることを推奨する。以上で今回のキャラ紹介を終わりにする。しっかり相手の特徴を覚え、実際の戦闘訓練およびこの後の動画に備えるんだ。はい、では続編始めていきます。今回は、火花ですね。能力を説明します。能力は、このX カイロスというものです。X カイロスはですね、こんな風になんか点々があると思うんですけど、この点々から、こんな風に、ペレットというものを射出できて、これを起動させると、はい、こんな感じで補強壁に穴を開けることができます。なのでこのキャラの区分は、割り食という形になります。でペレットはですね、こんな風に、横ボタン、まあ僕は横ボタンにしてるんだけど、で、ペレットの数を調整することができます。一番上から6個4個2個っていった感じで、ペレット合計で、6×3 だから18か、18ペレットを内蔵してあって、それをね、切り替えて、まあ、合計18発撃ったら、まあ、撃てなくなりますので、使えなくなるといった感じです。で、まあ、割り食って言ったんですけど、このね、6ペレットでもかなりちっちゃいです。こうやって伏せて、やっとみたいなまあ6ペレットやって伏せてね、やっと通れるぐらいなので、開通させるには、こんな感じで、はい、こんな感じで12個使う必要があります。これはかなりね消費されますね。なので開通自体は1回しかできないですね。4個の主な使い方としては、こんな感じで補強落とし度にやると、はい、4個で、起爆させることが、4個で起爆、4個起爆させることで補強落として終わることができます。で他にも、まあ、キャッスルの壁であったり、こういう補強されてない落とし戸なんかに、2個仕掛けるとですね、はい、2個で、まあ補強されてない落とし戸とかも開けることができます。なのでまあ開通もできるんだけど、まあおすすめとしては落とし戸の破壊とか、まあ、キャッスル壁の破壊が主になってくるんじゃないかなと思います。まあ、他の割り食と違ってね、まあ遠隔から安全に、開通もしくはね、破壊することに特化しております。はい、じゃあ使い方に行きましょう。まあ、使い方は、まあさっきも言ったように落とし戸がメインじゃないかなと思います。でまあさっき見てもらった通りね、起爆にかなり時間がかかるので、餅つきキャラがいる場合は高確率で破壊されます。なのでまあ正面の補強壁を壊すってよりかは、こういう落とし戸とか、まあ、ここが正面なんだけど、正面じゃないこういうね、裏毛っていうんですかね、そういう場合で、使われることが多い印象がありますかね。であとまあさっきも言ったように、まあ補強壁とかの他にもキャッスル壁、まあ設置型ガジェット、ペレット2個で破壊できるので、まあ、そこはかなり強いんじゃないかなと思います。まあ割り食なんですけどね、まあ、ペレットの、数を調整することで、かなり汎用性が高い割り食といったイメージがやっぱ僕は強いですね。じゃあ立ち回りに行きましょうか。まあ、立ち回りはまあ一人で動いても味方と動いても、まあ、どっちでも大丈夫かなと思います。まあ、今は、メイン武器違うんですけど、アサルトライフルのね89式というね、まあ火花専用の、アサルトライフを持ってるんですが、それがまあ強くてですねそれが強いのでね、一人でね、まあ対マンでやりきれるポテンシャルかなり高いので、まあ一人でも、まあ複数でも全然どっちでもいいよっていった感じですかね。まあただね、まあこのペレットで破壊してるときはね、かなり隙があるので、まあそこだけやられないように注意しましょう。まあそこ不安だよって人は、まあ味方と動いていいんじゃないかなと思います。じゃあまあ注意点いきましょう。
ましょう。まあ、注意点は再三言ってる通り、起動時間がめちゃくちゃ長いです。やっぱ起動時間かなりネックです。なので、まあ、外壁補強には向かないよといった感じです。はい。あくまで裏系、もしくは設置型ガジェットの破壊、そしてメインである落とし戸を、中心的に破壊していきましょう。じゃあ次に有利と対策に行きましょうか。まあ、有利は、まあ、ミラ壁とかかな。まあ、ミラ壁ね、変革で破壊できるので、ミラ壁には強いんじゃないかなと思います。で、あと他は、アルニかな。うん。アルニは、まあ、修理はあると思うんだけど、このペレット2個で対処できたり、ドローンもあるし、スタングレネードもね、あるので、無効化のね、幅がかなり多いので、まあ、アルニもキラーというわけじゃないんですけど、まあ、対処が簡単かなとは思いますね。まあ、ゆるキャラはそんな感じです。で、次に対策ですね。対策は、まあ、ビリビリキャラのカイドウとか、バンディットはきついです。はい。で、あと、小さな穴なのでね、開通したとしても小さな穴なので、アザミに簡単に塞がれてしまう場合があるので、まあ、アザミもそこまで強い、まあ、対策とまではどうかわかんないんですけど、まあ、きついかなと思います。じゃあ、まあ、武器解説行きたいんですけど、ちょっと小ネタについてお話しします。まあ、この能力についての小ネタですね。はい。まあ、ちょっと準備してたんだけど、今。こんな感じで、まあ、補強壁あると思うんですよ。はい。で、開通したいと。どうしても開通したいという時に、まあ、ここの、わかりますか？このフレーム。フレームに、こんな感じで横付けで、こんな感じで横にペレットを打つとですね、よいしょ。よいしょ。こんな感じで、起爆しますと、はい、こんな感じで6ペレットでも、縦で通れるような道を作ることができます。まあただしかなり時間がかかるのでね、こうやって一生懸命真ん中のフレーム割ってこうやって割ってで、ここからさらに2ペレットを的確に設置しないといけないので、まあ、かなり時間はかかるんですが、まあ、節約して通れるよってことだけ覚えておいてください。で、あとですね、まあ、できるかちょっと難しいところなんですけど、このね、ビリビリしてると思います、これ。ビリビリしてるんですけど、まあもちろん、こんな感じだったら破壊されるんですけど、この、隙間ですね。あー、いけないね。この隙間を、難しい。これ1個できたけど、お、これでいけるか。ちょっとわかんないけど。あー、いけなかったね、今回は。ちょっと難しいんだけど、この間ですね。この間に1個通してあげると、ビリビリ状態でも破壊することができます。かなり難しいです。かなり難しくて時間もかかるので、まあ一応できるよってことだけ覚えておいてください。まあ、もしかしたら後で、まあ成功したシーンを上げているかもしれないです。はい。まあ小ネタ合わせて、まあそんな感じですかね。はい。じゃあ、続編こんなところにして武器解説に行きましょう。はい。では武器解説やっていきましょう。最初は AR の、89式、タイプ89ですね。相談数が低い代わりに高い威力と連射力を誇り、1v1 最強候補。リコイルは沈まれるため長距離はきついが、2.5 倍を持てるため中距離は得意。相談数込みのトータルの DPS は AK の方が高いが、秒間の DPS は89式がトップである。ということで、DPS 界のバケモン89式です。威力は40と、これは高いんですが、恐るべきはレート、見てみますと。恐ろしい速さ、恐ろしいレートですよね。遠距離でもこれはね、かなり強いですね。こんな感じで、まあ、かなり強い武器ですね。一応、反動を見ておきましょうか。反動を見ると、こんな感じで、やや右ですね。これは今、コンペンつけて、結構横を向いてるので、
横振りはかなりきついかなと思います。ただ、バーティカルグリップ僕は装備してなくてですね、アングルグリップなので、バーティカルグリップをつけたら、多少ね縦の反動は抑えられるかなと思います。はい、まあ、ただ本当に相談数がね、かなり、この武器きついので、僕はリロードを早くするために、そのリロードのね、欠点を補うために、アングルグリップを採用しております。うん、めちゃくちゃ強いアサルトライフルですね。じゃあもう一本のメイン武器、ショットガンの、スーパーノバですね、いきましょう。スーパーノバ、攻撃力のショットガン、射程も長くサプレッサーもつけられる。また足さんの火花アマルは相性が良く大体の射程圏内には入れる。ただしコッキング時間が長いため連発はできない。アタッチメントを含めて、全長が長いため隠れていたら普通にバレるということで、この間のエコーの時にも紹介した、ショットガンですね。威力はこんな感じで、まあ、長距離でも全然やれますと。まあ、こちらの武器も強いんですけど、まあ、多くの人は8、9式やっぱ好んで使うと思うので、こっちの方が、出番は少ないかなといった印象です。はい。まあ、ただね、逆張りのアイナ君は、スーパーノーバーを一時期狂ったように使っていました。まあ、その時もかなりキルできたので、まあ、全然強い武器ではあると思います。で、さっき小ネタでお話しした、6ペレット、2ペレット、フレームね、フレーム打って6ペレット分でダッシュで通り抜ける穴を作るために、このメイン武器は必須になってきます。まあそんな使わないですけどね。まあ、そうやってね侵入したいよっていう方は、この武器を採用しておきましょう。はい。じゃあサブに、マシンピストル持ってるので紹介します。ビーリングだっけ、紹介します。ウィニング9、SMG11-12 の間のようなマシンピストル、火力も高くリコイルも多少抑えられているため慣れるまではこちらで練習するのも良い。しかし長距離運用は相変わらず苦手なので、その場合はタップ打ちをしようということで、まあ、この時にも紹介しましたね。ハンド見てみますと、こんな感じで縦1本で、威力は33ということで、こんな感じで、かなり瞬間火力高いです。はい。でもね、まあ、8、9式1本でね、僕は結構やりきれるというか、まあ、リロード速度上昇積んでるので、こんな感じで、もうすぐリロードして、すぐリロードしてっていうのを繰り返してたので、まあ、そんな出番は今回なかったかなと思いますね。うん、本当に連戦の時しか使わない印象ですね。まあ、ただスーパーノバね、まあ、長距離もやれるけど、やっぱり 20m とかね、こんな遠くの場面はやっぱりショットガンなので、まあ倒せないので、こういう時にも使う場面ありますね。うん、まあ、難しいですけど。まあそういった印象です。うん、まあ普通にマシンピストルでは強い方だとは思います。まあこんなとこですかね。まあ今回8級式を採用してたんですけど、まあ、動画でね、一目見ただけでわかる強武器ですので、ぜひね実践編の8級式のね、活躍を見てくれればいいなと思います。では、武器解説こんなところにして実践編に行きましょう。あ、じゃあ行きましょう。スタジアムブラボーですね。なんかビリビリキャラね、二人ともいるんですけど。これは仕事なさそうか。まあ、ドローン出しまして、今回は武器主体でいきましょうか。ではおっ、 OK、 危ねえ、まだいるな。ああ、ビビってる、壊せねえ。モーニングコールの時間よ。いるな。オッケー。すげえな、やっぱこの武器。スタンダーバード。カゼラ多分外にいるから。ワンちゃんいけるんじゃねえのか。中行っちゃおうぜ。カベイラやった。やった。
にいるのか。オッケー。あ、ごめん。あー、危ない。ナイス。武器強い。良すぎやす、旧式。やっていきましょう。銀行ですかね。今回地下守りということで、積極的に落とし戸をね、破壊していきたいと思います。もうこの部屋にいないことを願うんですが、なんか落としね、なんか落とするぞ。近くで、地下か、これ。地下でバリケード塞いでるとか。オッケー、じゃあ行こう。あー、なんかあ、仕事終わった。ハードブリッジめっちゃ索敵してたらハードブリッジやられた負けてくれることは感謝か。あー、俺の仕事俺の仕事何になったやべ、あー、危ねー。あー、すがにヘンリル君がきついっすね。いるかー。まあ、今OK 破壊しまして、お、よいしょ。こっち怖いけど、裏壁。マジ見えんのかそれ。よし、やっていきましょう。構想ですね。そうだ、また今回も、サブアカのお話になるんですけどね、参加型来てくれた人ありがとうございました。本当にめっちゃ嬉しかったしね、すんごい楽しかったです改めてね、フルパでやるシージの楽しさをね、知れた気がしました。はい、まあ、楽しいのもそうなんですけど、まあ、それよりね、民度よくみんな交代交代で譲り合ってね、まあ、声かけ合って4時間ずっとフルパでできたのがめちゃくちゃ嬉しかったですね。うん、押されたんだか。いやー、きつい。うわ、見てる。まあ、もしね、他のペットの人とやるのちょっと不安だよって思う人もいるかもしんないんですけど、まあ、その心配なく参加できると思います。まあ、主催者であるね、僕がそれは保証するので、まあ、PC の人はねちょっとできないんですけど、まあ、少しでもやりたい気持ちがある方はぜひいらしてください。危ない。危ねー。よいしょ。敵のオペレーターは残り1人だ。オッケー。ディフューザー稼働する。ナイスチープ。あ、カピタオヤン勝ったな、これ。おい、オッケー。はい、まあね、めちゃくちゃあったかい場所でしたよという、サブアカの報告でした。まあ、どんな雰囲気かはね、大会のね、サブアカの様子、配信の様子をね、概要欄に貼っておきますので、まあ、よければね、雰囲気気になるよって方は、そちらに飛んでもらえると幸いです。はい。まあ、多分これ上がる週はですね、多分、4時間フルでねできると思うので、まあ、20時から24時、お好きな時間に来てくださると幸いです。うん、まあ全然ね4時間ずっとやってもらうのもいいですしまあ多くの方のご参加を心待ちにしております。はい、じゃあ戻って。あー、ミュートあるな。お、いやー、上も無理か。おーっと、危ねえ。よいしょ、移動だけしといて。おい、ここいるかなー。あー、はい、ここにいる。いやー、無理だな、こっち。こっちの方行きましょうか。来るか、下に来ないか。よいしょ、ドストは死んでて。
これを壊そうか。これも壊せるのもまあまあ強いんですよね。ああ、ジャミングされてます。くっそ。これ壊せるかな。またジャミングされてるかな。いってー。よし、やっていきましょう。なんかバグってない？え、無音なんだけど。え、俺だけ？バグってね？俺のヘッドホン無音なんだけど、これさ、俺のヘッドホンの調子悪いわけじゃないよね。無音なんだけど、死んだ。ちょっとまたバグですか、UBI さん。頼みますよ。どうしよう。おーい、死ぬ音だけ聞こえるぞ。俺だけかな、この現象。怖っ。ちょっと音がめちゃくちゃ重要なゲームなのに音ないってどういうことだよ。何の音、無理に決まってんだろこんなん。何も聞こえねえよ。ふざけんなよマジで。はい、やっていきましょう。タワーですね。まあ2階なんで、まあ落とし戸はないといった感じですね。まあ北極壁を、破壊していきましょう。破壊して、トッピ攻めてるので結構ガツガツいってもいいんじゃないかなと思われるんですが、ここ破壊しちゃうか。どこだ、OK。奥やって、ことをちょっと餌にして侵入。オッケー。ここいない。行ったな。ああ、ちょっと綺麗に。綺麗にいっちゃった。避けちゃうか。はい、よいしょ。避けて仕掛けて。よいしょ。ナイスー。綺麗ですね。綺麗に勝利いたしました。はい、やっていきましょう。今度は1階ですね。うん。まあ1階はね、まあ落とし戸あるので、割っていきましょう。ただ、まあ、ヒューズもいるので、まあ、ヒューズのクラスター1台壊していこうかなと思います。うん、ヒューズどっから行くのかわかんないけど。さあ、まあでもヒューズ、なんか向こうだから壊しちゃっていいのかな？壊しちゃいましょうか、じゃあ。あー、6ペレット使っちゃった。まあいいや。切り替えて、あとどこだっけ、こっち側、こっち側、ここ、ここか。あ、壊したらね、OK。なんで、じゃあ、補強壁を壊したいが、できない？怖いよ。いる。見えてるよー。おお、怖い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 。避けちゃいたいですね。ここペレットあればいいんですけど。まあ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 。間違って使っちゃったから、しゃあない。まあ大丈夫そうですね。ここ見ときましょうか。ナイスー。
はい、いかがでしたでしょうか。89式の強さ伝わったかな。まあ絵が悪くてね、まあちょっとごちゃついた場面はありましたけどね、まあ大体の手が一瞬で肩がついたかなと思います。はい。であとまあ普通にね、まあ89式以外にもね能力がかなり強いですこのキャラ。途中ね展開シールドのやつね失敗してたんですけど、まあ、床にくっつけて、まあ、有刺鉄線とかをね破壊できるのもまあまあね強いと思います。まあそんなとこですかね。まあ、火花ね割り食ってだけでも強いんですけどね、まあ、汎用性も高い上に武器構成もめちゃくちゃ強いので、皆さんね、ぜひ火花使いこなしてみてください。ということで、今回はこんなところで終わりたいと思います。今後もどんどんキャラ講座上げていきますので、よければチャンネル登録高評価押していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。次回を見ていただけると嬉しいです。バイバーイ。